郷に入っては郷に従え。六本木で友人のブラックメンと飲んでた時の話。別な外人グループの来日して間もないであろうアメ人が、日本人は差別主義者みたいな愚痴を言ってた。それを聞いた友人は、日本人が差別主義者だって？あはん？とあざけた感じで言ってた。彼曰く、多くの外人が感じる差別というものは文化的相違に関するものに過ぎないと。アメリカ人、特に白人は異文化にさらされることに慣れてないんだ。自分たちの文化が通じない世界に来て馴染めないことを差別と思う被害妄想だよ。どこに行っても英語や食文化、マクドナルドなどアメリカを持ち込む。自分たちがマイノリティになるという経験がないから、日本という完全異文化に戸惑うんだ。異文化から来た外人が日本に馴染めないのは当然のこと。それを溶け込むように努力するのは外人であって日本人ではない。それが分かってない。外人が日本で異文化に戸惑うのは勝手だが、日本人からすれば日本以外は全て異文化なわけで、日本人が海外に出た時に当たり前のように感じる文化的差異と何ら変わらないんだよ。その文化的差異を郷に入っては郷に従えの精神で日本人は溶け込む努力をする。しかし傲慢な白人は馴染めないのは相手の国民の差別だという。しかも確信している。この違いがわからない白人はいつまでたっても日本には馴染めないだろう。残念なことだよ、的なことを言ってた。ちょいちょい訳してるけど。で、君が教えてやれば？と言ったら、知らない外人に話しかけるなんて怖くてできないよ、と言ってた190センチの黒人のおっさん。どう見てもあんたの方が怖いわ。ラピュタは本当にあったんだ。米中ハーフ30代後半男の同僚から30回は聞かされた話。子供の頃、民族服着る習慣もイベントも全くなかったらしい。7歳で日本に来た時に日本人も洋服を着ていて、着物は年寄りしか着ていなかったが、ある日着物の女性がいっぱいいて、お姫様が集まっていると思った。侍に肩車で写真を撮ってもらった。夏にはお祭りで自分以外は着物を着ていた。自分はジャケットだけ着たが残念だった。米に戻ってしばらくしたら、テレビドラマの将軍が流行ってて、日本人のクラスメートが普通の日本人は着物を着ないとか言っていたが、自分は断固として否定し、マリコさんよりもっと綺麗な着物を着ている人がいたと証言した、と主張したそうです。成人して日本に行ったら、白い毛皮を巻いた着物の女性がいっぱいいて、その時の気持ちは今にして言うと、すごいぞ、ラピュタは本当にあったんだ、だそうです。今年も本日が成人式だったんですが、不況なせいか着物姿の娘さんが去年よりも格段に少なく、今年も派手な色にあのふわふわが最高じゃないですか、と言われました。あと将軍のマリコさんとおしんの田中優子さんは40代から60代の中のジャパニーズビューティーらしいです。そこは英語で日本人以外とで、真の魂は語れないそうです。チャイニーズビューティーとは全然違うらしいです。